皆さんこんにちは。日の山田村県民リポーターの平野太郎と村ちゃんです。ものすごい最高の天気に恵まれましたので、今日はここ沼山峠から、尾瀬沼、尾瀬ヶ原を通って、尾瀬の玄関口三池へ戻るルートで、尾瀬欲張りツアーをご紹介しようと思います。ご覧ください、大江湿原へ到着です。こちら沼山峠から歩くほど30分ほどで到着します。春先には水芭蕉、これからの時期は綿杉や日光杉が咲き誇る美しい湿原です。沼を象徴する三本唐松、晩秋の時期には葉が黄金色に染まり、とても美しい景色を見せます。そして右を向くと尾瀬を象徴する日内ヶ岳が見えます。山に雲がかかっていますが、雄大な景色ですね。沼地に到着しました。で、あれですね、尾瀬沼の水がここから沼尻川を通って尾瀬ヶ原へ流れていきます。ではそちらへ向かって私たちも行ってみましょう。はい、尾瀬ヶ原見晴らし地区到着しました。こちら山小屋が6軒ほど並んでいる山小屋ストリートです。それではこちらで今日の昼食をいただきに行ってみましょう。来ました。こちら尾瀬小屋のローストビーフ丼です。本日の尾瀬のランチ、はい、ようやく尾瀬ヶ原へ到着しました。ご覧ください、開けた景色、本当に雄大で壮大な景色が広がっています。本当に大好きです。はい、皆さん、山頂の地に来ました。ものすごい迫力です。先ほど紹介した尾瀬沼の川が沼尻川を流れて尾瀬ヶ原へ入り、尾瀬ヶ原からこちらへ流れてきています。尾瀬の水を全部集めてこちらに流れてます。ものすごい迫力です。沼山峠登山口から登り始め、日内ヶ岳一周コースでここ三池まで戻ってきました。また7月1日土曜日は会津駒ヶ岳、7月2日日曜日は日内ヶ岳の山開きになっています。ぜひお越しください。お待ちしております。